さあじゃあエンジンシティに向かってるんですけど、雨が降ってきて、この間ちょっとこの辺で長居したから、今日は早く進もうと思います。もうあまり目を触れず、エンジンシティはどこですか？あそこか。11はメモを見つけた。メモを見つけなくて、ワイルドエリアでは、R スティックでカメラが回せる。R スティックでカメラが回せる。OK。R スティックを押し込むと広い範囲を見渡せる。OK。L ボタンだと前を向く。OK。これだ。使ってみよう。あ、ちょっと待って。どっから行くの？あれれ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 。そうか、だから見渡さないといけない。なるほど。橋、あ、こっちだ。こっちだ。よし。ワイルドエリア、ワイルドエリア入った。ワイルドエリア入った。もう今はとにかくエンジンシティに。よし。あ、なんか釣りしてる方がいい。話しかけてみよう。こんにちは。すごいの釣っちゃった。すごいの釣っちゃった。釣り人。どうした？すごいの。今だけ100ワット。W とすごいの交換する？はい。わお、すごい決断。はい、お約束のすごいのだよ。11は大きな真珠を手に入れた。大きな真珠を、多かったら、お宝ポケットにしまいました。そう。大事なものは全部ポケットに。大きな真珠、きれいな銀色に光る。かなり、大粒の真珠、ショップで高く売れる。なるほど。またすごいの釣り上げようっと。じゃあね。そうそう、あ、戦いたいけどな、戦いたいけど、ちょっと1回ぐらい戦おうかな。エネルギーが溢れ出ている。300ワット手に入れた。よし、1人で挑戦。サポートのトレーナー参加してください。お願いします。頼りにしてます。カムカメって確か持ってるはずだよね。そうか、ダイマックスパワーが集まったカムカメ。じゃあ倒しちゃう、倒しちゃおう。ちょっとちょっとこのダイマックスがダイマックスのこれかな。ダイアタックカムカメ。火鉢、パワーがすごい。おお、なるほど、こうやって戦うのか。カムカメの大ストーリー。真弓のトゲティは雨が降り始めた。11の火鉢、大アタック。神々のスライスされた。よし、ピカチュウエレキット、やった。効果抜群。あ、神々もうそろそろダウンだ。スライスされた。アイビビッキの命しずく、ヒバッチは体力が半端。けアイビのピッキ体力が下がって、あー、行方のピカチュウ、あ、わかんないな。アイビのトリュピの命しずく、ヒバッチ体力半端。どうしたらいいの。行くぞ。しかし、アイミのピッピー、やっないな、体力満タン。よし、戦おう。オッケー、やっつけるね。アイミのピッピー、注目の的になった。11、
パンチの大アタック、カムカメ、カムカメも素早さが下がった、まだ頑張ってるカムカメ、やったピカチュウナイス、効果抜群、カムカメ麻痺して技が出にくい、なるほど、やった、いいぞいいぞ、カムカメの大ストリーム、カムストリームが勝てる、おダメだな、アミノピッキは早い、ちょっと戦おう、ごめんね、カムカメ麻痺してるから、この指止まれを使おう、アミノピッキ注目的、キバッチの大アタック、まだだ、もう一回ぐらいか、素早さが下がった、もう少しだな、ピカチュウ100万ボルトすごいな、効果抜群、タイミングトゲピー早い、よし、あーなんだなんだなんだ、カムカメステータスか、ダメだ、カムカメの水鉄砲、アミノピッキー倒れちゃった、あーしまってろ、叩きを取ってやる、勢いを強めてる、ステータス成功、でもカムカメの体当たり、キバッチの鳴き声攻撃、カムカメの攻撃下がった、イケンピカチュウのエレキンパ、効果抜群、やった、カムカメ弱ってる、今ならボールを投げるチャンス、捕まえる、捕まえる、こういう感じなんだよね、スマホ入る、お、入った、やった、カムカメを捕まえたぞ、ちょっと喜びが少ないけど、あ、そうだね、勝ったね、甘い気だよ、カムカメにね、ニックネームどうしようかな、カムカメ、じゃあ、ちょっと2、カムチセカンドで手持ちに加えました。OK。バンゴフとか。よし、先に進もう。もう、行く場所忘れちゃう。エンジンシティ。どこですか？ゴー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 、急げ急げ。雨も強くなってきたから早く行こう。早く行こう。また僕にバカにされたら、あ、目を見つけちゃった、いいよ、ワイルドエリアにはワットというエネルギーが溢れている、光っているポケモンの巣や光っている野生のポケモンから、ワットを手に入れることができる、ワイルドエリアに入れるトレーナーにワットを渡すことでいろいろなアイテムがもらえる、なるほど、なんか出てくるようなことで、来た来た来た、こんにちは、何をするのかね、
中盤で強い電気を相手に上がるのか、10万ボルトバットが足りません。あ、しまった。あ、自分が持ってるバットは右目出てるとか。あ、そうか、すごい分かってない。なるほど、すみません。ま、じゃあ帰るのクイックボールですか。じゃあクイックボールで、クイックボールをいくつ欲しい。1個でいいです。1個、はい、それでいいです。はい、ありがとうございます。もういいです。いや、もう来ません。ありがとう。いや、ここ。ワイルドエリアを通り抜けてエンジンシティに向かいましょう。エンジンシティに来ました。おお、大きいエンジンシティ。フレンズがポップが、こういう街です。すごい運河があるので、ウォーターズのベイエリアとか、この下に出てる、なんかこれは通信なんか、とりあえず行ってみよう。エンジンシティで話しかけてみる。その子は私のチラミンちゃんだよ。そうなんだ。ブルブル。いや、ありがとう。じゃあね。ソニア、おーい、ソニア、おーい、あ、いた、ソニア、ありがとう。ソニア、ワイルドエリアを通り抜けるなんて、なかなか見どころあるじゃん。そうなんだけど、旅出たでしょ。ちょっと、ポケセンに寄ろうよ、ポケセン。ポケモンのトレーナーなら楽しめるものがあるけどさ。ソニア、お、ロトミ、空いてるじゃん、ロトミ。あのね、ロトミっていうのはね、ロトムインフォメーションのこと。トレーナーに便利なマシンで、ポケモンリーグカード、縮めてリーグカードのカスタマイズもできるんだよ。なるほど。純一もリーグカードをいじってきたら、1枚サンプルをあげるからさ。ダンデのリーグカードをもらった。リーグカードをアルバムにしまった。ポケモンリーグカード。なるほど。リーグカードで自分のプロフィールをアピールすると、各地のポケモンセンターにあるカードメーカーでカスタマイズ、最新の情報にアップデート。これなんだよ。ポケモントレーナーはそれぞれリーグカードを持っているのを通信で交換できるんだけど、 X ボタンのメニューのリーグカードのアルバムになると、もらったリーグカードを見ることができる。ソニア、エンジンシティはとにかく広いからな。よし、ソニアさんがちょっとだけ案内してあげるから、ポケモンを元気にしたらおいで。分かった。よし、ポケモンを元気にしよう。開会式、初めてスタジアムのコートに立った時の感動、興奮。開会式、思い出すと熱くなっちゃうな。そうなんだ、分かんないけど。よし、ポケモンセンターに来て、まあ、エンジンシティに来て、ポケモンセンターでこれからちょっとポケモンを元気にして、この広いエンジンシティを進んでいこうと思います。またそこは次回です。また見てください。